でん。こんにちは、立花亮です。今回からね、このファンタシースターオンライン2ニュージェネシスやっていきたいと思います。キャラクリはこのままでいいかな。やっぱりね、スッキリ顔っていいよねっていう。クラスって結構簡単に変えられると思うから、別にベータテストをやった感じ、ナックルがねめちゃくちゃ楽しかったんだよな。ガンナーがね、でも個人的には PSO2 の中でもかなりやってきた方なので、私PSO2 をねがっつり稼働初期ぐらいからねやっていたので、ちょっとどうしようかなと思っているんだけれども、いや、ベータテストのガンナーちょっと微妙だったんだよな。キャンセルのタイミングとかも変わっているっていう話なんで、やっぱガンナーでいこうかな。はい、これでいきましょう。これ本当はアウター着てたんだけど、アイテムボックスアイテムパック埋まっちゃうなと思って抜いたんだよな。まあ、ストーリー系に関してはちょっとね、まあ、飛ばしながらやっていこうかななんていう風に思います。私PSO2、まあ、初代、まあ、PSO2、まあ、NGS のことは NGS って言うんで、 PSO2、 これの以前のことは PSO2 って言いますけれども、 PSO2 は本当に稼働してから多分 1,2 ヶ月後ぐらいに始めて、でその時レンジャーやってたんだよね。でレンジャーやってて、なんかその時のレンジャーってめちゃくちゃ弱くてなんだろうって思って、ちょっと放置して冬ぐらいにやったら、そのね、関連色みたいな感じでファイター、ガンナーテクター、増えてて、そっからガンナーをねやり始めたって感じかな。ちょっと待ちなさい。これが私が落ちてくる星渡りってどういうストーリーに絡んでくるんだろうね。 PV とかもね、なんか世界が変わっても私は私って誰のセリフなんだろうみたいなね。いや、綺麗だな。なんかやっぱ PSO2 だなっていう感じはあるよね、ちゃんとね。いきなり落ちてきたからびっくりしたよ。大丈夫？怪我はない？私はアイナ、君は？キャラクターが違いすぎるやっぱり名乗る、少し考える、名乗る。うんうん、うん、いい名前だね。改めてよろしくね。あー、こうテキストではキャラクターの名前を言ってくれるみたいなのは今回ないのかな、もしかしたら。どうなんだろう。詳しい話はそこで。ベータテストはね、1回目も2回目もやったんですよね。まあ、その時はこのキャラクターではなかったですけれども。ちょっと待ってね。文字もうちょっとでかくなんねえかな。こういうのが各地に落ちてるってことなのかな。おぉ、ダッシュアで、コントローラーでね、やってます。PS4 のコントローラー。うわぁ、なんだ。ドールズね、もうダーカーとは別の存在ってことだもん。なんでこんなところに、まあ、ストーリーもちょっと気になるよね。どういう存在なんだろうね。まあダークファルスっていうのはね、千年に一度復活すると言われていますから、ケツプリケツすると言われていますね。ケツプリケツアイナマノ。世界が変わっても私は私っていうのがこのマノンの話なのかどうなのかっていうところだよね。いけるよみたいな。私も戦う。身の守りを優先するのよ。この PSO2 ではね、ガーディアンと呼ばれるほど強力なキャラクターだったわけだけども、コントローラーの設定変えて、あー結構キャンセルタイミング緩くなってるかもしんないな。確かに危ねえ。まあ、具体的にどうだったかってのは言えないけども
そこまでちょっと覚えてない。あ、これ裏パレどうすんだ。あ、こうか。裏パレの裏パレR2 に L2 になってる。あ、全部インストール終わったな。強一撃は強すぎるのよムービーシーン特有。来て てみればこれか。アイナ、マノ、無事か。よし。お前さんは一人だけテクスチャーというかもうグラフィックが古いのよ。よろしくな。このねキーボードのプラスとマイナスを押すことによってこうカメラをちょっと引いたり近づけたりできるんだけど、私は一番下げてやります。だってあの主人公がマノンを知らないっていうことはさ、PSO2 の世界には別にいなかったっていうことでもあるよね。もしくはその千年じゃなくて、ボア600年前とか、もしくはもっと前から来てる可能性もあるよね。もしくは他の惑星とかね。PSO2S だとね、アフタルとホルシードって別の惑星のこう住人みたいな設定あるからね、別の惑星にね人生きてたんだみたいな感じあるけど、まあでもそこまで違和感ないな。旧グラフィックのキャラクターでもちょっとなんかテカテカしすぎ感あるけどな。髪の毛なんか今不具合があってちょっと休むみたいなことをあのガロアに言っちゃうと進行が不可能になるみたいなのがあるらしいんで、そこをちょっとね注意してやっていきたいと思います。まあ街探索してタンス開けたりとかそういうアクションはないと思うんで、まあでも喋れる人は喋れんのかな。まあこういう感じだろうな。重要キャラクターじゃなければ、あ、話せるやついるな。アジェ、空からようこそ、歓迎するよ。わからないことがあったら誰にでも聞いて、みんな喜んで教えるから。この二人は重要キャラクターだったりするのかな。話せるってことはタスクを受注したりする人の可能性もあるよね。スーラ、ベラ、ここが俺の家だ。筋肉もりもりだなマジで。腹筋やばシックスパック、綺麗なシックスパックだ。現実世界でねあそこまで綺麗なシックスパックって珍しいじゃん多分。俺はガロア、こいつはアイナ、よろしくね。隣がマノ、よろしく。マロンみたいな、ま、栗みたいな名前しやがって。ここがまずなんでここに飛ばされたのかっていう。私はこの星をハルファと呼んでいる。ここは大変だよな。その中にあるエアリオターン。使命背負わされすぎだ。小さなものだから。エアリオターン。ここの北にはハルファ最大の都市セントラルシティがある。クローズドベータだよね。セントラルシティが経済の中心だ。基本的な。いずれはお前さんも足を運ぶ日が来るだろう。はい。お前さんがさっき戦ったのは左上何のメーターなんだよ。このドールズと随分と長いこと戦っている、ね、うん、どのくらい前からっていうと500年以上前と言われてるわね。そうなんだ。ダークファルス倒して500年後にはもうこいつらが出てきたってこと。どこから来るのか。まあ、まず星渡り主人公が1000年前から来たっていうのはどこら辺で明かされるんだろう、ね、PV ではさ、 PV とかトレーラーでは1000年後みたいなことは明言されてたけど、そこのマノンも星渡りの一人だな。 PSO2 が絡んできたりするのかな。あの小島に降ってきて今はこの家で暮らしている。キーパーソンだよね、マノンがね。お前さんもそうだろう。怒り方だなこれ肩もうちょっと狭めた方がよかった。そこのマノンみたいな例外もいるようだな。そうね、他の星渡りよりも少しだけ断片的な知識があるだけよ。マノンってとっても物知りなんだよ。機械にもすごく詳しいし、私の勉強も見てくれてるんだ。星渡りは長年俺たちを助けてくれてきた、それだけは間違いない。どんぐらいいるんだろうね。ま、最初のストーリー上ではぐらいにしとくか。そのマグは俺らのタイプよりも高機能だ。そいつを持ってるのも星渡りの特徴だな。と高機能だ。1000年前の方が高機能ってこと。
減ってる。よし、食事を用意するか。準備ができるまで町の中を見回ってくるといい。早く戦いて戦わせてくれよ。ラルと話す。これがね、結構そのだあなんだスタイリッシュロールの融通が効かなくて困ってたんだよな。あーでも結構キャンセルできるようになってるかな。最初の飛びつき全然できないけど、ほとんどダッシュしてるとき PP 回復してくんねえかなそこなんだよな。おー敵だーって、敵がどっか行っちゃったときに追いかけるぜっつって、こう追いかけてるときに PP 回復しないから攻撃しづらいっていう。ジャストアタックがなくなったことによって、攻撃のタイミングとか次の PA を出すタイミングがちょっとつかみづらくなったんだよな。まあそれは慣れだと思うけど。歩き回って疲れただろう。ここか。でもこれで少し休むって、でも必須条件だよな。ダメだ、これ少し休むがストーリーの条件だから、ここで進行不能になると詰むわ。頼む、表示されてくれ。お疲れさん、俺は少し様子を見てくる。好きにくつろいでくれ。頼む、進んでくれグラボとかの兼ね合いだと思うけどな。あ、よかったよかった。待たせたな。ささやかだが宴席を用意した。星渡りは温かく迎えよってのが俺たちハルファ人の習わしだ。ついてきてくれ。繁栄した惑星だもんな、アルファ。アークスはもうアークスシップにしか。うここか、多分ここだろうな。い、進行不能になる場所って人が表示されすぎててみたいなところかもしれないな。まあ私のグラボはね、なんだっけ、 RTX2070 なんでね。独身術です。新たな仲間に乾杯。乾杯。今あなたの心に語りかけています。いい景色だろう。俺はここが気に入っている。こいつらの笑顔を守ってやりたいと思っている。うん、アークス、ドールズと戦う戦士たちの呼び名だ。俺やそこのマノンもアークスの一人だ。あ、千年って、横のアイナは見習いだ。千年ってどうなんだろうね。俺があの場にたどり着く前にペダスソードと互角に渡り合っていたようだな。即戦力は大歓迎だ。俺はお前さんにもアークスになってもらいたいと思っている。まあ今すぐにとは言わん。この地の生活に慣れてきたら考えてみてくれ。さて今日はお開きにするか。うわうわ綺麗。怪我はない？ありがとうママ。すごいな、空間転移でやってくれるってこと。あ、もう出てくるんだこいつ。なんなんだろうな、でかいな。やっぱりガンナーじゃねえな。ガンナー戦い方よくわかんないわまだ。やっぱファイターかな。
なんか遠くからやっぱね、なんかちょっとちまちま攻撃するだけみたいになっちゃうのがね、あんまり。めちゃくちゃいるじゃん。また効率求めていくしかないな、これは。ほら、あー、ピピ切れた。なんだこれ、やっぱさ、カメラ離してないとさ、こんだけ敵いたらやっぱり攻撃避けらんないよ、これ。うわうわ、あとなんかね、リバーサルのタイミングもなんかやっぱ変わってるよな。なんだこいつ、ちょっと待って、あそこから攻撃してきてんのかちょっとそれずるくない？砲台じゃんそりゃ。ベータテストやった時やっぱね、ソードとナックル楽しかったんだよな。最初からめちゃくちゃ戦わせるな、これ。ちょっと待って、よし、強っ。なんかマリアの、うわ、マリアの武器みたいな。え、でも私たちは足手まといになるってことよね。ああ、アイナ行くわよ。うわあ走るわよ強っ、あなたも行け。え、わあ、これは逃げるしかねえどこだこっちか。わあ、ちょっとやめて、いつでも使えるのいいな、これ。おー、エアリオタウンエアリオタウン、ボロボロだなあ、もう強すぎだろ。あんなんがレイドボスとして出てきても勝てる気がしないやめろみたいな。強っ、レベル50ぐらい。取り込まれた？気がついたみたいね。怪我はないわよね。これってなんで主人公よりも先に。マグの生体スキャン機能で異常がないのは確認したけれど。他の人が目覚ましてるんだろう。わあ。他のワークス全滅ってこと？重っ。こんなことになるなんて。いや、どうしようかな俺。何があったでいくか。あの巨大なドールズの攻撃を受けて、私たちはしばらく気を失っていたみたい。ドールズたちはいなくなってたわ。でもエアリオタウンはもう。ああ、アイナは私たちよりも重傷で、少し前にセントラルシティから来たワークスが治療のためメディカルセンターに運んでいったわ。そんな爆風を受けた。先ほどまでセントラルシティのワークスたちが捜索をしていたけれど、今のところ生存者は見つかった。いつまでもここにいるわけにもいかないわね。
生存者が見つかっていないっていう言い方ってことはもう死んでるってことだな。それよりもなんかみんないなくなってるのとかの方がよかったわ。生存者が見つかってないって死んでるってことやもんな。ちょっとな、悲しいわ。あんなに受け入れてくれたのに。この人なんか喋れるからなんかねあれなのかなとか言ってたけど、そんなことなかったわ。悲しいわ。クラス変えてクラス変えたいよ。フォースディクターはねちょっと眠くなっちゃうんでね、 PSO2 の時はもう緊急でフォースディクター選んでるともう眠くて眠くてしょうがなかったから。ダイブアタックね、これね、これ暴発しちゃうんだよな。だからさっきオプション見た時にダイブアタックをサブパレットに設定するように、バツと四角で発動できないようにする設定があったんだよ。こういう機械とかも気になるよね。エアリオターンからいらした方たちですね。あなたは？私はラン、このセントラルシティ所属のオペレーターです。シティのリーダーであるクロフォードがあなた方と話がしたいと。クロフォード。そのままゲートをくぐって目の前に見えるタワーへと進んでください。5ヶ月前ぐらいに来たけど、マノンはセントラルシティこんなに近いのにあんまり知識がないのか。ここか。あ、ベータテストの時に行けなかったところですね。泣きぼくろ。二人ともよく来てくれた。僕がセントラルリーダーのクロフォードだ。私はもううさくさいんだよな。君のことも連絡を受けている。アーデム州しかしない。なんというか大変な目に遭ってしまったね。君たちだけでも無事でいてくれて本当に良かった。ハイナ大丈夫なの？平気平気、無理はしないように。それでお父さんは？悲しい。お父さんでも叶わなかったあのドールズ、一体何なの？詳しくは調査中だが、ダークファルスと呼ばれるドールズと同種の存在と推定される。やっぱダークファルスなんか。100年ほど前、ハルファ全土に壊滅的な破壊をもたらした最悪だ。100年、当時の首都を一瞬で壊滅させたと言われている。もしも君たちが遭遇したドールズが本当にダークファルスなのだとしたら、僕たちに猶予はあまりない。一刻も早く迎撃態勢を整えなくてはならない。100年。そこで何？ダークファルスの唯一の目撃者である君たちに、アークスとして僕らの戦いに加わってほしい。力を貸してくれると嬉しい。私は戦えるよ。あのダークファルスと戦いたい。あんなことが二度と起きないように。千年とかだったら普通に見聞とか残ってると思うけどな。1万年とかだったらさ、それ加わるだろ。本当に？君はまだこの世界のことをよく知らないだろう。もう少し時間を置いてからでも構わないだ。どのぐらい知識あるんだろうな、この主人公は。私は目そらすな。分かったわ、私も協力する。ここら辺の心の描写よくわかんない。そうか、ありがとう。主人公は基本的にイエスマンだから。話の続きは日を置いてからにしようか。今日はゆっくりと休んでほしい。綺麗なところ。アイナ、プリケツ映しすぎだよ。大丈夫？
大丈夫だよ。ごめんなさい、私人の感情の機微に疎くて。ううん、そんなことない。ありがとうマノ。君もこれからよろしくね。うん、やっぱ個人的にはこの方がいいんだよな。あのドールズ、ダークファルス、私たち三人の力で絶対に倒そうね。何の話かっていうと、こうテキストには主人公の名前が載ってるけど、喋ってる人は君とか言うのがあんまり好きじゃないんだよな。トレニアと呼ばれる、訓練施設の一種です。各国運には様々なクリア目標が用意されています。クリア目標を達成するとスキルポイントが得られる。はい、ベータテストはね、もうパッパってもう受けてすぐ終わったけど、ログインボーナス、これ何、何もらったんだ今。エステ無料パス、いいですね。誰、あ、これあれだ、オペレーターの人だ。エステ無料パス。ちょっとあれだね、撮影ブロックに移動しよう。お、移動できねえぞ。おい、撮影ブロック移動できねえぞ。フィニッシュポイントに到達する。5分未満でクリア。待っていたぞ。ブルーダー。私はブルーダー。クロフォードの補佐をしている。君の能力を確かめさせてもらう。偉そうだな。くたばれ。強そう。ベータテストの時は普通に敵だった気がするけど、動かない的になったんだね。オッケー。これちゃんとなんだ、ミッションを達成することによっての利点ってあんのかな。別になんかね、何か失敗してもスキルポイント1もらえるから別にっていう気がするんだけど。少し待ってくれ。背高いなこの人。終わったわ。私も。よし、いいぞ、楽にしてくれ。あなたも同じ訓練を受けていたのね。3人とも身体能力、エネミーに対する技能、いずれも問題ない。アイナは星渡りの2人と比べても引けを取らないスコアだった。本当？なかなか良いチームになりそうだな。これならばすぐにでも最前線で活躍できるだろう。クロフォードにもそのように伝えておく。いいやつじゃん。共にドールズと戦おう。前向きなやつ多いな。最後に一つ、こうした場所はハルファ各地にある。まあ最初に行けるところはもう積極的に行った方がいいだろうな。やっぱスキルを習得してのね、 PSO2 ってところあるからな。あ、倉庫じゃん、いっぱいありますね。封印のダッチとかね、装備できないけどね。うん、あ、ここら辺できんのか、いいじゃん。装備可能。あ、なんかすでに良さそう、良さげなやつがいっぱいありますね。いっぱいついてるやつとりあえず装備しとくか。ということでね、ちょっと長くなりましたが、パート1この辺にて終わりたいと思います。この先ね、まあ、生配信とかもやるかもしれないですし、まあ、やらないかもしれないですけれども、私はこのね、NGS、これからも楽しんでいきたいと思いますので、どうぞね、何かありましたら見ていただければと思います。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければね、また別の動画で会いましょう。またね。